こんにちは、青木です。今回の動画はですね、メンバーシップを始めましたということで、その告知の動画となっております。当チャンネルではですね、割とセキララトークが多くて、まあほぼ飾らないありのまますぎる日常がそのまま動画になっていたりするわけなんですが、そんなですね、チャンネル主の私でも あまりオープンにしたくない側面っていうのもまあありまして、で、まああんまり広く知られたくはないんだけど、このチャンネル気に入っていつも来てくださってる方とかにだったらちょっと知ってもらいたいなとか、そういう人に向けて話したいなとか、こういった内容のこともあるので、それを限定で発信していくような、そんな動画を作ろうかなと思いまして、メンバーシップをスタートしました。で、メンバーシップの特典なんですが、月1回以上更新の限定動画を閲覧することができるのと、あとはコメントの返事の優先で、はい、なのでコメントの返事の優先についてはもう私のチャンネルそこまでコメント来るわけではないので、そんなにコメント放置することもないとは思うんですが、まあ、その中でもちょっと優先してお返事をさせていただきますみたいな、そんな感じで考えております。で、限定動画の更新頻度についてなんですが、一応最低月1回ということで、あとはですね、私の気分が乗った時だったらもうボンボン出しちゃうっていうことも多分あると思うんですね。大体その時の気分というかノリで動画を作るっていうことが多いので、だからちょっと月に何回っていうそういうお約束までができないんですが、とにかく月に1回は最低でも出すっていう、そういう感じでやっていきます。この限定動画の初回更新についてなんですが、記念すべきお一人目のメンバー登録者様が現れたら、そのタイミングでその月から出します。はい、とは言ってもですね、なかなかちょっとメンバーシップっていうのはちょっとね、敷居が高いと思いますので、まあ、なんだかんだしばらく放置になるかなっていう気はするんですが、まあ、とにかくこれを始めましたっていうことでですね、当チャンネルの方で設定しているメンバーシップは、1種類となります。月額290円静かファミリーというグループ名にしております。で、このネーミングについてはですね、もうその名の通りで、まあ、メンバーになっていただいた方、ファミリーという名の通り、私も自分の家族ぐらいのつもりでこう語りかけていくみたいな、そんな感じの動画を作っていこうと思っていますので、そういうネーミングにしました。ファミリーと言いつつも、これ月額290円っていう、まあ、いわゆる課金となってしまうので、毎月290円お小遣いをくれるファミリーを募集してるなんていうとね、なんだかちょっといやらしいイメージがあるのか、どうしてこのメンバーシップ始めたかっていう、この大きな理由はですね、まずはまあ、一つはですね、その人目を気にせずに動画を出したい。そう、これはですね、なんだか矛盾するような話ですよね。 YouTube ってやっぱり動画を出して、でその閲覧回数に応じて、まあ、うちの場合はその収益化しているチャンネルなので、広告がついてその広告料が入って、でそのお金をちょっともらえるみたいな、そういうのもあるから、やっぱり視聴回数は伸ばしたいとかそういうのはあるんだけど、限定公開にしちゃうとメンバーさんしか見れない動画になっちゃうので、ちょっとそういうのとはまあその逆の動きをするわけなんで、なんでそれをやりたいのかっていうね、そこなんですけども、ここはですね、そのおおっぴらにこうみんなに見てもらいたいっていう動画、大体はみんなに見てもらいたい動画なんだけど、まあそうじゃなくて、例えばまあ YouTube をやっている中で、最近だとうちの夫のチャンネルカラス日記がですね、ちょっと人気になったというのが、ちょっとチャンネル登録者が増えて、でまあアンチも湧いてきたみたいなね、そんな動画をこの間作ったばかりなんですが、ちょっとやっぱりそういう人目に触れたくない部分での話も動画にしたいっていう、そういう気持ちもありまして、でまあそれどうやって出すかって言ったら、まあいつも見てくれてるような、特にこうやって応援してくれてるような方に向けてだったら、こっちもその気兼ねなく言えるなっていう、もうなんか私本位かいみたいな、そんな感じなんですけど、ちょっとそういう動画を出したいっていう、そういう気持ちがあって、と
まあ、まだ動画にして発信するのをちょっとためらっているものがあるんですね。いろいろ話したいことはあるんだけど、例えばうちの場合だと、例えば夫婦動画、逆年の差夫婦って言って、その夫婦シリーズの動画を定期的にでもないけど、まあ、上げてまして、でそのシリーズのところで私たち夫婦のことをいろいろと喋っていて、その中でまあ自分たちの家族のこととかを話しているわけなんですが、この中でもまあ特にうちの旦那の方の、まあ、血のつながってないお母さんがいるんだけど、まあ、そのお母さんが、まあ、旦那の実家からね、お金を横流しして失踪しちゃったとかね、そういうことがあって、まあ、その辺の話なんかもねちょっとしたいなとか、あとは私の方の実家の話だと、まあ、私の父がちょっとじゃないんだけど、まあギャンブル依存症でして、でまあえらい苦労したんですよね。この辺の話なんかもなかなかちょっと動画にするのはためらっ、なんかねネタとしては面白いと思うんですよ、動画のネタとしては。なんだけどちょっとこうなんかこう大っぴらにするのもどうかなみたいな、でも言いたいなみたいな、そういうところがあるん でそういうのをちょっと限定動画とかでこう先出ししてやってみようかななんて、そんな風に考えてまして、で、それからですね、まあ、何より私のモチベーションのためというのがありまして、もしですねこのメンバーシップお一人でも登録してくださる方がいるってなったら、そうやっぱりそれだけ本当にこのチャンネル応援してくれるっていう、そういうまあもう私は自分のファンっていう認識になるんですが、そうなったら、そうだからそういう人が本当にいるんだっていうね、そういうふうに私も認識できるので、そうするとやっぱり私もとっても励みになるというのがあって、そうもともとこれはそのメンバーシップこう出してるけど、まあ、いつまでも来ないよっていうのが当たり前ぐらいのつもりでいるから、そうだから来てくれたらすんごく嬉しいっていうね、そういうところで今回やってみようっていう風に始めてました。で、まあ、基本的に今まで通りのスタイルでやっていって、もう今まで通りで、まあそれプラスアルファでそのちょっと今まで動画にできなかった部分とかをその限定動画の方で出していきたいなという、そんな感じでやってまいります。はい。で、あとですね、最後に、メンバーの登録についてですね、私のチャンネルページのトップの右上の部分にメンバーになるっていう、こんな横長のボタンが新しくついてますので、そこを押していただけるとメンバーの登録ができますので、もしご登録いただける方いらっしゃいましたら、そちらからよろしくお願いします。はい、それでは、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。